อาหารท้องถิ่นใช้วัตถุดิบในท้องที่ที่ไม่เหมือนใครจากทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยวิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิประเทศอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมこんにちは金沙流の柳原直樹です金沙流というのは江戸時代から代々引き継がれてきた日本の伝統的な技術や技法を伝えている流派です今回は数ある日本の伝統的な料理の中でも地域に根ざした郷土料理を紹介していきます今回紹介するのは大分県の日向丼という郷土料理ですเกาะในจังหวัด大分ในภูมิภาค Kyushu ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นโฮโตจิมะอาหารท้องถิ่นที่สืบทอดกันในดินแดนแห่งนี้ซึ่งการประมงมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นคือฮิวกะดงซึ่งที่โฮโตจิมะซึ่งเจริญรุ่งเรืองในฐานะฐานการประมงปลาทูน่าน้ำลึกฮิวกะดงซึ่งได้แพร่หลายออกไปนอกเกาะเป็นอาหารของชาวประมงที่ได้คิดขึ้นมาเพื่อให้ชาวประมงได้รับสารอาหารได้อย่างรวดเร็วระหว่างทำประมงบนเรือที่ไม่สามารถใช้ไฟได้และปลาที่จับได้ณจุดนั้นจุ่มลงในซอสสูตรพิเศษวางบนข้าวแล้วทำเป็นข้าวดงซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นお寿司でよく食べるマグロですけども冷蔵技術のない昔はですね漬けという技術を使ったんですね漬けというのは漬けるという意味なんだけどもそういうタレとかに漬けることによって味もついてそして保存性を高めるそういった伝統的技術ですそれでは早速日向丼を作っていきましょうまずは材料ですでは早速作っていきましょうまずね漬けダレから作っていきます漬けダレはもうシンプルな調味料醤油とお砂糖とお酒を使いますしさーっと沸いてくるまで火にかけていきましょう、はい、でこれを冷ましておきます続いてごまですこのね日本料理ではねごまっていうのをね多く使っていくんですね香りとうまみを加えてくれますはいきつね色になってきたよこんな感じで茶色くなったらすり鉢に開けますそしたらごまをすりましょうこの時にねいい香りがふわーっと上がってくるんですよこのね今使ってるすり鉢とすりこぎなんですけども日本の伝統的な道具ですこれがあると一番作りやすいですけどももしない場合にはスピードカッターとかそういったものでごまを細かくしてくださいごまの形がなくなってそしてこうちょっととろっとしてきましたねはいじゃあこれすり上がったらですね、卵を用意してくださいこの卵はねまたね美味しさを出してくれますただ使うのは卵黄だけだからこういうふうにして、ね、殻をうまく使ってこの卵黄のとこだけを取ってくださいこれでなじめば完成ですね続いて早速このマグロをやっていきましょうマグロはね今日は赤身を使いますで綺麗な赤身ですで今日はお刺身包丁柳川包丁を使って切っていきますでこの時引きながら切っていくのねピタッと当てて厚さ決めたらもう引く時だけ切っていくもしこれ養包丁でやる時でも同じように引く時だけ切っていくと断面が綺麗にそれだけでお刺身の味というのは変わってきますで切れましたので今度は漬けを作りましょう先ほど作ったこの漬けだれですねでここで少し漬ける前に取っといてくださいこれねご飯の上に少しかけるようでね別に取っておきます今の切ったお刺身をですね中に入れて漬けていきましょうそしてこれを軽く全体的にこう絡めておきましょうでは盛り付けましょうご飯をねこう羽釜で今日は炊きました美味しそうでしょうご飯ねやっぱりこれ白いご飯っていうのがやっぱりね
この日向丼の大きな一つのポイントですから、美味しいご飯を炊きましょう。丼っていうのは他にも親子丼だとかカツ丼とか、日本にはいろんな丼があります。先ほどのごまだれ取ってあります。このごまだれを少しご飯の上にかけておきましょう。そして海苔、日本のこのお寿司なんかでもよく使っていきますよね。この海苔がいい味を出してくれますんで、海苔をたっぷりとこう上に乗せていきます。いい香りなんですよね。そして先ほどの漬けにしたものだね、これがちょうどいい感じで、これたっぷりとこのタレをつけてね、そして盛り付けていきます。美味しそうだね。であとはもうここにね、浅漬き、またチャイブスとかね、海外ですとそういったものをたっぷりと乗せて出来上がりました。日向丼完成です。食べてみましょう。ではいただきます。うん、これは美味しい。このね、マグロ食べた時のこの食感、またこれがとっても美味しいですよね。口の中に入れた時にこうトロンとしてて、噛むごとにこう味が出てくる。それは赤身の味なんですよね。身自体の旨味を感じることができる。卵黄をね、使ってますから、その分コクがあって美味しいですね。これ酢飯でお寿司にして食べても美味しいと思いますよね。海に囲まれた日本では多種多様な水産物に恵まれて、古くから日本人はですね、その魚を重要な食料として食べてきました。地域ごとに特色のある郷土料理とか、そういったものが生まれて現在も食べ続けられているんです。ぜひ見て、そして作ってください。